こちら可愛いサイズですけど、れっきとしたオオクワガタでございまして。おお、これはひょっとしたらひょっとするんじゃないか。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。グッ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 。動画を撮ってる今はまだ10月なんですけど、動画を公開する日はもう11月に入っている予定です。うん、そうだね。11月にしてはなんか気温がそんなに下がってない気がしますね。はい、何なんでしょうか。やっぱり温暖化でしょうかね。それはそうとですね、本日はですね、去年の夏に捕まえたあのクワガタについてのお話になります。こちら可愛いサイズですけど、れっきとしたオオクワガタでございまして、徳島県に行ってる時に捕まえたやつですね。はい、体ペラペラでございます。可愛いですね。で、なんと奇跡的にメスも同時に捕まえまして、でメスにね産卵させたんですけど、去年の話なんですけど、覚えてらっしゃいますでしょうか。これね、子供がこちらなんですよ。こちら一応禁止で飼育しておりましたが、このですね、8月にですね、そろそろ羽化するだろうということで、禁止からマットに移行したんですね。なんですけど、未だに幼虫でいらっしゃるんですよ。どこだっけな、ここですね。ここのところに幼虫でいるんですね。ちょっと見えないですね。ちょっと見えないです。はい、まだね幼虫でいらっしゃる。8月に捕まえたので、割り出したのはね11月になるんですけど、その時にね幼虫1頭だけ取れまして、体重的にこれはオスだろうなっていうのが分かったんです。分かったんですけど、セミ科なんですかね。まあ、とりあえず未だに羊化しておりません。まあ、オオクワガタマットで飼育した場合は羽化まで2年間かかったりするんで、なんかこうね、体重減ってきてそろそろ羊化するんかなと思ってマットにしたわけなんですけど、どうやら違ったのかなという感じなんですね。それはともかく、せっかく天然で捕まえたオオクワガタの子孫がですね、オス1匹っていうのはやっぱ寂しいじゃないですか。そこで今年産卵セット組んだんですよね。でもね、やっぱ産まなかったんですよ。はい。で、悔しくて悔しくて、もう一回産卵セット組んだんですね。今日はそれをね、開けてみたいと思ってます。そちらがこの産卵セットでございまして、なんと普通の産卵牧じゃ産まなかったんで、霊視剤で産卵させてみました。はい。まあ正直産まないだろうなと思って組んでますので、まあ産まなくてもしょうがないかなと思ってるんですけど、まあでもちょっとね、一縷の希望を持ってですね、今日割ってみたいなと思ってます。まあほんとね、産まなくてもいいなぐらいの勢いで組んでるんで、まあ産んでないとは思うんですけど、一応ね、開けてみたいんですよ。よし。なんか台にはちょっと反応してるんですよね。で、この霊視台なんですけど、思ったより硬かったので、ひょっとしたらね、産んでるじゃないかなと。お、こんな感じですね。これは住処にしてるのか、それとも産んでるのかですね。おお、これはひょっとしたらひょっとするんじゃないか。そんな気がしてきましたね。え、メスちゃんはこんなに頑張って入ってくれるなんて。わあ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 、やったやった。あれ、これ生きてる、これ。あれあれ、あー、なんか加齢したばっかり。やった、とりあえず1頭目ゲットです。やった、大当たりですよね。え、霊視剤使ってよかった。二頭目です。二頭目ゲット。とりあえずメスを取り出そうじゃないですか。ね、メス今、これまだ産卵してんのかな。すごいね。硬い。ほんと霊視剤これ。硬いんですけど。あ、まあまあでもスパってなったね。よし。はい、メスちゃん産んでくれました。大逆転ですね。これが天然でいてくれたメスちゃんですね。やばいよやばいよ、ここいるんじゃないですか、穴開いてるし。いるだろう、ここ。
ここに、ここにいるんじゃないか。あれ？なんだ。金植えたとこだ。これ金植えたとこだ。ここ、いなかったですね。はい、2頭だけってことはないんじゃないですか？こんだけ、やってんだから。割ろう？わざわざそこを割るか。そこに産むかって感じですよね。おう。ちょっととりあえずここ割ろう。これバギっていきたい。いかない。レース台なんですけど、硬いんですよね。ここちょうどね、枝があったとこで、硬いんですよ。あ、いた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 。色中いるいる。こういうのも油断できないですから。ここにいます。よし。ここ、ここ、取れないかな。取れない。ここにいるんだけど。いるんですよ、ここに。なんとか取れないかな。いや、割るしかねえな。割れました。いけ。まあでもなんとか取れてくれたらいいや。ダブル F1 だからね。よし。はい。ちょっと落ちていただきましたけど。はい、なんとか。よつちゃん。大丈夫だよね。これなんか、大丈夫？これ。あ、皮脱ぎたてですか、ですかね。よしよし、大丈夫大丈夫。はい、3頭目ゲットです。この辺にまだいるかもね。慎重に割らないと。おお、いたいた。よし。4頭目ですね。5頭目、6頭目ですね。結構産んでるじゃないですか、今回は。やりましたよ。はい。とりあえず、4頭目ゲットです。下の子たちを回収する前に、こういう小さいのもバカにはできないので、こういうをちょっと、中を見ていきたいと思います。触根みたいなのあるから、いるかもしれないですね。触根があるんですけど、ここに。あれ、幼虫の姿は見えないな。触根バリバリあるんですけど。まあ、さっきの子たちが食べてるやつかもしれないですね。もしくは今ポロッと落ちたか。まあ、しっかり見ていきたいと思います。こちらいなかったですね。はい、とりあえず5投目。枯れしてますね。よしよし。レース台使ってよかった。今回はレース台当たりましたね。はい、取れました。ちょっとこの辺から割っていきましょうか。ねえ、幼虫のとこまで行くのに結構難しいんで。レース台なんですけど、めちゃくちゃ、ここはね、硬いんですよ。ちょうどこう、枝のところ、なんでここ選んだかなって感じなんですけど、ここにいるんですよね、幼虫が。ここちょっとこの辺いいっす、他にもいるかもしれないんで、やばいんですけど、あ、割れた割れた。あ、いるいる。はい。とりあえずここにいます。ここ。6頭目ゲットです。こういう細かいところもね、見落とせないですね。よし。はい、7頭目ゲットです。そしてまだここのやつたどり着けてないんで、そろそろいけるかな？そう。ちょっと、埋まってて取りづらい感じなんですけど。よし、取れた。はい。8頭目ですね。ゲットです。いや、今回も会心の出来ですね。よかった。ね、選択が良かったと思います。普通の材で埋まなかったんで、レース材っていう、この選択なかなか、ね、レース材、大小型に使う人あんまいないと思うんで、ただ今回は大当たりしたっていう感じですかね。この辺は産んでないのかな。うん、全然こう、食ってない感じですかね。油断はできないですけど。この辺はいない感じですかね。
ここにいるんすよ。この間に。あんまりこうね、強くすると幼虫が気づいてはいけないんで、強くできないんですけど、ここに、わし、取れた。はい。何頭目これ ?9 頭目かな?ゲットです。よし、とりあえず動画ではですね、あと1頭見つけたら、あとは報告にしようかなと思います。まあでも、そろそろ、ね、住んでる場所が限られてるんで、まあ15頭いかないかもしれないですね。はい、10頭目でございます。ゲット!では、あとは動画外でね、慎重に割り出したいと思います。また後で会いましょう!結果発表!イェイ!はい。ということでして、天然のオオクワガタ、去年捕まえた子、なんと1年越しに産卵に成功しました!よし!じゃあどれだけ幼虫取れたかご覧入れましょう。こちらです。はい。ということでですね、全部でなんと11頭取れました。あれからですね、材の方からは1匹も出なかったんですけど、マットの方に1匹こぼれてまして、それを回収して全部で11匹。これ WF1 なんでかなり貴重です。いやーよかったー。マジで産まないかと思ったんですけど、なんと霊視剤が当たるとは思いませんでしたね。はい。どうでしょう。オオクワガタ産まなかったら霊視剤使ってみてはいかがでしょうか。では今日はこれでお別れいたしましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。よかったらコメントでね、感想お願いします。バイバーイ。会心の出来。